はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V2 周目、続きをやっていきたいと思います。とりあえず集結する希望ですね。スペシャルシナリオになるのかな。これはもう終わらせました。ガミラスに対抗する力として開発されたヒュッケパインとグルンガスト、そのパイロットたちもヤマトに合流しようとしていたということで、もう合流させてます。で、あとこのボーナスシナリオですね、これももう全部選ぶと強化パーツとか回収できるようになってるんで、もう強化パーツは回収しましたすんげえいっぱいありますね。だからで、ロッティが女性パイロットなので、ロッティは使っていきましょうということで、こいつも10段階改造してます。で、ヒュッケバインと、ヤマトはもうそのまま放置という形で、じゃあ次のマップへ進んでいきましょう。高度2400、第二宇宙速度そんなんあんだ。青い星の記憶は残ってんのか。自信がないっていうかさ、そんなイスカンダルまで行けるかどうかなんて分かんなくね。霧島、期間の検討と航海の無事を祈る。あれってかさ、ユキちゃんってなんで記憶がないんだっけ。頼んだぞヤマト。地球から火星、あれ命令書ってどうなってんだっけ。こいつは甘いな。ああ、黒幕はないんだよ。ポジティブだな。こいつは順位なんだ、星名くん。
いやー、バングレーのことはさっぱりわからんよ。あれ、10位と3位だったら3位の方が偉いよね。別ルートから送り込まれたお仲間の可能性がある。出雲計画派のことかな。とりあえず危険性はなしか。戦略研究所。さすがにそれはない。いや、もう強力な戦力だよ。全ての金をつぎ込んだからね。航空隊の配属になった。まあ配属するところが航空隊しかないからね。あんた、いいライバルになりそうだよ。航空隊の恥をさらすな。期待がないからね。ただ予備隊員扱い。即戦力だね、主計家の。こいつは3位か。
千歳ちゃんはポジティブだね。ああそうか、補給受けないといけないのか。赤い瞳、アルカディアシティ出身。中央作戦室。あ、1年で1光年ってこと？高速の壁を突破する超高速ワープ工法。無人の星か。ああなるほどね。火星で生きるってもうどうやって生きていくんだろう。まず絶対必要なのは酸素だよね。酸素をどうやって作り出してんだろう。第2話、火星の海賊。アルティニア基地。そっか、ここでトビアが出てくるのか。まあ、残念ながら使わないけど。木星帝国。通信用オープンチャンネル。オープンチャンネルってどうやって伝達してるんだろう。火星には空気ないよ。
空気がないってことは音が振動しないってことだもんね。奴らはもう地球人ではない。ぶっ潰す。アルティニア基地を奪還する。あれ、そうか、最初はヤマトを動かさないとダメか。とりあえずここに置いとこう。確か出てきたよね途中で。こういうのはこういうんだよね、めんどくさいな。多少削っておくか。カイツオでもめっちゃ強えな。モビルスーツ。クロスボーンガンダム。よし、機動部隊出そう。バングレイ、ヒュッケワイン、グルンガス。いや、もう改造してるから別に苦戦しないけどね。まあ、ロッティは準備 OK だけど、ベルトは早々に戦艦に引っ込んでもらおう。まあ、反撃できるのは反撃していこう。ダラダラやっても時間がかかるだけだからね。
クロスボーンガンダムだとちょっと火力がないな。めっちゃこっちに来てるね。加速があるやつがいいけど、加速はまだ覚えてない。ブーストダッシュも効かない。とりあえず行こう、行けるだけ行こう。でこいつは引っ込めよう、こっちの方に。でこいつはロッティに任せよう。何が何でもトビは狙ってくんだ。意外に当たるし、陣雷で決める。これの威力ならだから当たったよ。勝負ありよ。リペアキット、リペアキットとか全く使わないな。いやマジで飛び屋狙いだな。さすがに恨みを持ってるか、トビアに。プロペラントタンクもいらない。面白い動きなんだ。そういやさ、ここら辺のやつってそのまま引き継がれんの？お金とかもいらないんだけど、全部タックポイントに回したいんだけど。一応戦っていたって一応どころじゃねえだろ。この世界のモビルスーツってどこが開発してんの？アナハイムとかあんのかな？この世界ってあんまり触れられてないからね。帰ってきた時にはもうすでに遠い宇宙だからね。
まあ雇ってもいいけど、機体の改造はしてあげないよ、君の分は。波動エンジンのコンデンサ、木星まで。まあ、ここでクロスボーンが手に入ったけど、あ、イベントで出んのか。あ、でもグレートエースだからね、熱血の消費 SP25 になるって言われても熱血なんていつ覚えるんだよ当分先だぞ、下手すりゃ覚えないからねというところで、じゃあ第2話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter のフォローしていただければ幸いです。